親方、空から敵が生えてきました。私の知らんフォートナイトだな。これが流行りのラピュタフォートナイト。ラピュタフォートナイト。私はジブリパワーで敵さんを倒します。ラピュタを知らない人を置き去りにしないでください。フォートナイトやっててラピュタを知らない人なんているの？絶対いますよ。コンバットショットガンって結構遠くまで届くんだね。今回は持つべきショットガンだよな。私も自分の声が届くように覚醒器でも持ってようかな。何のために？敵さん発見、耐えてくれ私の体。そしてこの敵を倒すからそれまで耐えてくれ視聴者。オセロでもして耐えてて。暇つぶしじゃないですか。私も暇つぶしにニトロキスとファイトでもしようかな。それが本来の目的だろうが。ニトロキスとファイト楽しい。ニトロキスとファイトってそもそも何ですか？ニトロキスと持つ者のみが許される戦いですね。持ってなければ普通のファイトだからそれはそうだろ。敵さんはどこへ行った？ってそんなところから見てるんじゃないよ君。待て待てまだ撃つな。お姉さんが今からそっちに行ってあげるからね。ゆっくりそこで待っているがいい。それでも私は止まれない。ちょちょちょだから撃つなって。頑張って私。まあ余裕ですけどね。嘘つけめっちゃ焦ってただろ。正直もう終わったかと思った。まだ戦いは続いてますよ。ちょちょちょだから撃つなってば。まあ余裕ですけどね。だから嘘つけって。いや本当に終わったかと思った。サングラスつけた人に実況やめろって言われると思った。何者だよそのグラサン野郎。デスゲーム主催者？私と何の関係が？いやでも本当にニトロキスとファイトって楽しいよね。なので当チャンネルでは新たにニトロキスと今日を立ち上げます。まあ大変な宗教の話か。チャンネル登録と高評価をお願いします。あんた家の中で何やってんの？できればコメントと共有もお願いします。むむむ敵さんの気配この下かー。壊れない床ですね。知ってたし、絶対に知らなかったやつの口調やめろ。よしこっちだな。さっきはよくもコケにしてくれたな貴様。自分でミスってただけだろ。今日はもう許さないんだからね。私のニトロキスとファイトを解くとご覧あれー。ナイスです。にゃははははは。これがラピュタフォートナイト。その話まだ続いてたのかよ。正式名称はニトロフォートナイトです。どっちでもいいわ。のんきに歩いてる敵さんがいますね。そんな私ものんきに走ってるのであった。のんき対決ですね。真ののんきは私だ。その称号本当に嬉しい。敵に背を向けるなどさすがにゆったりしすぎだぜ。なあ敵さんよ、ニトロキスとくん大好き。ラブレターを書いた方がいいかもですね。ニトロキス取って生きてるの？下駄箱に愛を届けます。さらには体育館裏にも愛を届けます。果たして届くでしょうか？ちょっと待って、まだ敵さんいるじゃん。架空間から攻撃を受けないためにも先制で攻撃したい。ってジップラインで急に敵さん来たー。完全にジップラインの色と同化してましたね。同化してるぜ。やかましいわ。幸いこっちはニトロキスとだし落ち着いて戦いますか。ノーダメニトロキスとさすがです。とてもさっき焦ってたやつの会話とは思えんな。私が審判だったらポケモンカードあげてるわ。もしかして転売やってます？転売屋じゃねえよ。敵さん同士が戦ってました。ここは間に入ってニトロキスとファイトですね。暴走族みたいなやつだな。どっちかっていうと割って入る警察官ですね。これが正義の拳なわけねえだろ。戦ってる敵さん同士を拒否るなんて許せませんよね。ねえ視聴者さん。視聴者さんを味方につけようとすな。視聴者さんの意見は絶対だろ。別にそうでもないだろ。いやそんなことはないのか。迷うな。ボス車の足音がするぞ。って思ったより遠かったわ。車体の性能差が違いすぎてとても追いつけない。お前がダッシュしてないだけだろ。ここをダッシュでズバーン。ほらほら隠れてないでお顔を見せてごらん。隠れてるっていうか逃げてるっていうか。これ完全に敵さんは逃げちゃいましたね。私は絶対に逃がさないけどねー。はいはいで追いかけます。車で行ってくださいよ。ヤホヤホすれ違っちゃったね。ヤホヤホってなんだよ。ここからは私の追跡ショーだよーん。今度は車ファイトですか？私車だー好き。ラブレター送りましょ。その流れもいいわ。そうやって突っ込むマリサも好きだよ。私にラブレター送るな。やばーい私の愛車がー。別にお前の車じゃねえだろ。いやいや全部私のもの。ジャイアンがいたとしても私のもの。ジャイアンに勝てるなんて恐るべきとは。相手はただの小学生だぞ。小学生だとしても叩き潰します。大人げなさすぎるだろ。私は全ての人間の頂点に立つもの。そのパワーをもってしてこの敵さんを葬る。でもさっきから逃げられてばっかりですよ。おっとこれはまずい。ニトロスプラッシュで回復してっと。それ回復アイテムじゃねえぞ。え？そうなの？ちょちょちょまずいってそれは。ちなみに本当に体力が回復すると思ってました。事前学習が足りないんだよバカ実況者め。というわけでジャマイカの皆さんこんにゃじ。ジャマイカ国民だけ特別扱いすな。日本の視聴者に挨拶しろ。2戦目は降下後すぐに車へ直行して乗り込みました。やっぱり今シーズンは車に乗らないと人権がありませんからね。にしても同じ映像が続きますね。映像より生存だろうが。映像の方が大切だと思いますけど。映像は映像。やかましいわ。一通りシールドを回復したのでニトロドローム前戻ってきました。めっちゃキルしちゃうぞー。敵さんに乗り込まれてるぞ。暴力は反対なので車で引き殺します。そっちの方がダメだろ。このアマちゃん目が。アマちゃん目やほー。だったらこっちが降りちゃうもんねー。ジップラインふざけんな。プププジップラインに邪魔されて。プププうるせえ今戦闘中なんだよ笑ってんなよ。こうなったらもう一回車に乗り込んでやる。おっと逃げる気か。戦略的撤退と呼んでくれたまえ。言っていないエヴァンゲリオンカラーの車。ちょちょちょ撃つのはやめきくりー。はい引き殺しまーす。ちょちょどうなってんだこいつ。とはいえ回復アイテムもないし車も傷ついてるってことでニトロドローム外れの場所で完全回復してきましょうか。完全回復して車のタレットを乱射しております。このタレット地味に強いよな。私の力に戦慄するがよい。霊夢さんじゃなくてタレットの力ですけど。やっほーい。やっぱり爆破は気持ちいいでござるな。好感度下がりそう。さあ車がなくなった敵さんはもう後がなくなった。このまま私のタレットの勢いに溺れるがよい。
あれいない。何逃してんだよ。私は自分自身の力が怖い。その程度の力を怖がるな。取りまうろちょろしてる人型のものは撃ちます。にしても弾薬無限でこの連射力はすごいですね。っていうか鉄さんも気づいてお前に向かって撃ってるだろ。そうなんだ。だが思い通りにはさせない。そこにいるのはわかってる。知らんけどフォートナイト実況でふわふわした情報を出すな。ボスもその鉄さんを狙ってるから、これは実質2対1。その隙に大量の弾薬を叩き込む。私は最低さん。わざわざ自分のことをそこまで低く見積もる必要ある？ニトロドロームの外へ逃げる鉄さんへ撃つけど許してねー。まだボスが残ってるのに。だから謝ってんだろうが、謝ってんだろうが、自己主張が強すぎるわ。これが昨今のいじめの現状です。突っ込まれただけでいじめにはならねえよ。まあでも結局怖いので逃げてきました。逃げ星ゆっくりさんだ。無防備な敵さんがいたので、ついでに銃弾の雨を浴びせてます。こっちの方が相当いじめっぽいけどな。知らずのうちに私も加害者になってたってこと？引退します。引退すんな。それは私に実況者でいてほしいってこと？気持ちは嬉しいけど勘違いが生まれてる。またもや敵さん発見。こんなところでふわふわしてやがって。敵さんは別に浮いてるわけじゃねえよ。相変わらず至近距離でもこのタレット君は強いですね。タレットの七不思議ですね。敵さんにこれ運転席奪われてね。そういう時は運転席を撃つまでよ。無敵すぎんだろこのタレット。シールドも割れたので、ここからはニトロキスとファイトに切り替えます。アッパーカットナイス。ニトロキスとファイトです。うんうん悔しいね悔しいね。お前は何目線で敵さんにコメントしてるんだよ。それはもちろん親御さん目線で。だとしたら厳しくしすぎだろ。もっと優しくしてあげろよ。うわーん、さっきの戦いで車がボロボロになっちゃったよ。でも修理ボックスをゲットすればこの通り、一瞬にして元通りになります。頼むからこの能力はバグであってくれ。私のタレット射撃を見るがよーい。はい絶妙。もっとタレットのいいところを見せてください。にしてもソロでもこれだけ強いんだったら、強以上だともっと強いのでは。確かに走行中に狙えるならかなり強いよなこれ。おまけに4台同時に射撃とかしたらたまったもんじゃねえだろ。まあこのチャンネルでは確かめようがないんだけどね。悲しいお話。さあ残すところ敵さんは5人なので、サクッと運転して倒しちゃおうか。そんなこと言ってて大丈夫か？一応メダリオンマンがお前の近くにいるんだぞ。メダリオンマンって何？今回のメダリオンはどれも優秀ですからね。掛け合わせになったらバトルになること間違いなしですよ。やだやだ待って、私は優勝したいの。ビクロイのこと優勝っていうタイプなんだお前。諦めましょう霊夢さん。いや応援して。そこにいたか敵さんねー。とりあえずなんか適当にタレット攻撃当てる気ありますか？当てる気なかったら撃ってないけど。攻撃受けてるのにカッコつけてて偉そうにしてかっこいい。バカにしてるよね。でも倒しちゃうもんねー。やっぱりタレットの性能おかしくねー。しかもこの人リングマスタースカーのメダリオン持ちじゃないのさ。弾薬が無限になるやつですね。まあ今回は車に乗る戦法なので私には必要ないけど、一応戦利品として私がもらい受けておこう。なんで少し偉そうなんだよ。あっこんなところにボス車が捨ててある。バトルするために降りただけだろ。まあもう私のものなので撃っちゃいますけどね。この性能はバグか？それともパブか？黙れよ YouTube の犬が。お前もだろ。てへへ。なんなんですかこのやりとり。うわまたもや倒せちゃったよ。これは表彰されちゃうよ。誰に？偉い人。抽象的だな。さあ最後の敵さんを発見だ。このまま突っ込むぞー。勝てちゃった。めっちゃあっけないビクロイだな。まあまあまあ全然余裕だったけどね。焦ってんじゃねえよ。これが焦ってるように見えるなんて。マリサ人生焦ってるの？どういう解釈？焦ってる人は焦ってる人を見るとより焦るのだー。なんだこいつ。終わりです。